天かすを卵で閉じたたぬき丼。神奈川県横浜市内の蕎麦屋にいて、たぬき丼もしくはハイカラ丼は日本の丼物の,の一つ。丼鉢に盛った飯の上に具として天かす、または鶏卵で閉じた天かすを乗せたもの。主に関東地方の蕎麦屋などで提供されているほか、料理書籍や料理関係のウェブサイトなどで簡単にできて、 満腹感の得られる丼物として紹介されている。滋賀県高架市柏木町のご当地グルメでもある。天かすのみの狸丼。神奈川県川崎市内のうどん屋にて。国語辞典、大辞宣伝の定義によれば、狸丼は、熱い飯の上に天かすを乗せ、天つゆをかけた丼とされる。簡単な料理を多数紹介する漫画、青春の食卓でも、 手早く料理できる上に満腹感も得られる料理として簡単、たぬき丼の名で紹介されている。口当たりを良くするため、飯の上に大根おろしを乗せ、その上に揚げ玉を乗せるよう工夫されている。テレビ東京の情報バラエティ番組、出没、アドマチック天国では2009年3月に東京都台東区内の食事所で常連客が 無料サービスの揚げ玉を飯に振りかけ、醤油をかけて、たぬき丼風にして食べると紹介された。早稲田の弁当屋のたぬき丼東京都新宿区西早稲田。早稲田の弁当屋、大事選では東京都の早稲田大学近くの弁当屋が、たぬき丼の元祖という説が紹介されている。同書では店名を明記していないものの、早稲田大学近くの新宿区西早稲田の早稲田の弁当屋のメニューには、 たぬき丼の名の弁当が存在する。揚げ玉とネギだけを丼の具にし、甘辛いタレで仕上げ、わずかに昆布、きんぴらごぼう、しばつけを添えただけのもので、ボリュームと安価を特徴としている。同店によれば、かつての社長が考案したメニューとされる。弁当の具に揚げ物が多く、天かすがよく出るため、その天かす自体を弁当の具とし、 貧乏な学生向きに開発したので安価なのだという。先日の出没。アドマチック天国でも2008年6月に西和世田の名所の一つとして同点が紹介され、タヌキ丼についても触れられた。天かすと玉ねぎなどを卵で閉じて白飯に乗せたタヌキ丼は天かす入りの卵丼と考えれば理解しやすい。主に首都圏の蕎麦屋などで親しまれている。 著作家の正治佐段は、東京都渋谷区内の蕎麦屋で、この狸丼を食べた体験を、自著ご飯の丸かじりで紹介している。正治は、汁を吸った揚げ玉と卵の食感、それらの具と飯の調和を、微味と評価する一方で、食べ慣れている親子丼やカツ丼と比較し、衣の中身がないことに、多少の寂しさを述べている。また、タ丼を注文した際、 周囲の客が誰も関心を示さなかったことから、庄司は狸丼を東京の蕎麦屋ではごくありふれたメニューと見ている。テレビ西日本のローカル情報番組、ももちマストアでは2016年8月の放送で蕎麦屋のまかない料理として紹介されている。NHK で簡単な料理を紹介する料理番組、今日の料理ビギナーズでもレシピが紹介されており、 揚げ玉のコクと卵の旨味が評価されている。しがらき焼きのたぬきで知られる滋賀県甲賀市、しがらき町では2010年に開催された芸術イベント、しがらき町中芸術祭の目玉企画として、しがらき町のご当地グルメ、たぬき丼が考案された。この時に取材漫画家兼イラストレーターの NISA と緑により制作された食べ歩きガイドの地図、たぬき丼マップは、 朝日新聞や中日新聞に取り上げられ、NHK の取材も入り、大きな反響を呼んだ。翌々年の2012年には、同庁のイベント、しがらきたぬきカエルデー2012に伴う期間限定商品として、このたぬき丼が町内の各店で提供された。その後も2018年に至るまで、毎年、しがらきたぬきの日に定められた11月8日に合わせて、 期間限定で提供されている。しがらきのたぬき丼は、天かすを使った丼、各店舗おすすめの美味しく化けた丼のみが定義とされており、それ以外は各店ごとに独創的なアイデアに富んでいる。たぬきをあしらった器、大みじや卵の入った丼、ハンバーガー仕立てのたぬき、バーガー、インドネシア風の甘辛い味付けなど、様々な趣向が凝らされている。 料理研究家の白坂朝子は夜遅い帰宅後も手早くできて美味、カロリーも控えめの遅ご飯と称するメニューの一つとして揚げ玉と豆腐を炒めて丼の具とする豆腐たぬき丼を紹介している。バラエティ番組満天青空レストランで2017年9月に紹介されたカツオちゃんじゃのたぬき丼は天丼のように天かすを飯に乗せるのではなく、 飯に混ぜ合わせた料理であり、味付けも天丼とは異なる。ありがとうございます。